谷翔平が同僚にプレゼントしたポルシェ、2000万円だった。ケリーは、大谷がドジャースに入団する際に背番号17を譲り、大谷がお礼に妻アシュリーさんにポルシェを贈ったことが話題になった。この日はアシュリーさんも愛車のポルシェで応援に訪れ、公式 X に電気自動車であることを明かしたという。ポルシェの電気自動車モデルは現在1種類しかないため、車種は体感で間違いなさそう。公式サイトでは価格は約1300万から2600万円となっている。ええなぁ。たまたま同じ背番号だったというだけで車もらえた同僚ラッキーすぎる。スポンサーといえどポルシェってのがセンスあるよな大谷これがフロントエンジンのハイパワースポーティーカーとかならがっかりだし、大谷経済圏。同僚の嫁さんにってのが心得てるはなかなか癖のある同僚みたいだし、Y も欲しい。2000円ぐらいの感覚やろ。中古やけどな。新車やぞ。大谷の愛車は一平だよな EV とレシプロエンジンをいいとこ合わせた最強の車さ。大谷の2000万って Y の2万円ぐらいの価値やろ。お前同僚や知人レベルの相手に3万プレゼントする心の広さあるんか？年収1000万の人が3万円のプレゼント送る感じやなそう考えると割と妥当やな。贈与税エグそう。